本日はステロイド疑惑に揺れる平本蓮選手が9月2日に記者会見を行いましたので、そちらについてまとめていきます。この記者会見の直前、平本蓮選手のステロイド使用を告発した赤澤幸則氏は X にて、平本の会見前にお伝えしたいことなどと投稿し、この投稿文を要約して読み上げます。今日記者会見が行われますが、平本サイドからは赤澤にはめられた、ストレート疑惑は事実無根で誹謗中傷には訴訟しますなどと発言すると思います。僕は反社から依頼も受けていないし、怖い人たちを利用して僕を脅し録音してきたのは平本サイドです。今回の件は平本蓮本人ではなく、平本の父親や嫁が主導しているらしいですが、平本蓮本人にはしっかりと謝罪をしてやり直してほしいですなどと語り、平本蓮選手サイドから脅しを受けていたことを明かすと、さらには怖い人たちを使って僕のことを囲んで脅して録音まで無理やり取ってきたのは彼らです。この部分を補足すると、最初に復活と日本というアカウントで動画が投稿された際に、僕は翌日に囲まれて脅されました。復活の日本で投稿された動画を無理やり撮らされたという意味ではないですなどと投稿し、復活の日本史の投稿の翌日、怖い人たちに囲まれ脅されていたことを明かしております。さらに迎えたこの記者会見にて、平本蓮選手は、僕の言葉で話したいと思ってこの記者会見を開きました。今回のドーピング騒動ですごく世間をお騒がせしてしまっている件について、ライジン関係者、引退をかけて戦ってくれた朝倉未来選手、ここまで足を運んでくれた観客の皆様、そして格闘技ファンの皆様に今回の騒動でご心配をおかけしてしまいました。僕は一切ステロイドには行っておりませんし、僕自身からステロイドの使用を持ちかけた事実は一切ありませんなどと語り、多くは語らなかったものの、ドーピング疑惑については一切行っていないと完全否定を行っております。本日もご視聴ありがとうございました。